ただいまから、市長記者会見を始めます。本日会見時間は、45分間、終了時刻は、11時をご予定しております。会見の円滑な進行に、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。本日はまず市から、発表させていただく案件がございます。案件は、お手元の資料にございますように NPT 再検討会議第2回準備委員会への出席など、この度の市長の海外出張の帰国報告になります。それでは市長お願いいたします。はい、それでは NPT 再検討会議第2回住民会の出席ということで帰国報告させていただきます。お手元に資料が あると思いますけれども、この度は市長にて20日から26日までということで、ジュネーブに行ってまいりました。私と、平和文化センターの理事長の小溝さん、あと職員2人という、4名構成で行ってまいりました。で、主要な用務の報告、項目の4以下でざっと申し上げます。22日に、月曜日からということで会議ございまして、 NPT 再検討会議の第2回住民会のオープンイングセッション、これを傍聴するということを行いました。その際、コロネル・ベルツァ住民会の議長進行の下で、アンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表が、挨拶をされまして、この NPT の目的、大きく3つの柱を持っておりまして、核の不拡散ということ、これは横の対応というふうに言っています。で、核軍縮、これは縦の対応、そして原子力の平和利用という、この3つを提示に、2010年の NPT の再検討会議での取り組みがあります。これをしっかりやっていかなければというようなことを呼びかけておりました。で、その後、議事進行の中で3回目の準備委員会のセットについて、これをニューヨークで平成26年4月28日から5月9日ということ、それともう一つ2015年の NPT の再検討会議、これを平成27年の4月27日から5月22日まで同じくニューヨークということで決まりました。この点については広島でということをその要請してまいりましたけれども、それがかなわないという結果になりました。これについては広島としては、私としては引き続きこういった NPT 再検討会議の開催含め為政者の会合をですね、可能な限り広島で開けるようにしてくれという要請は今後ともやっていきたいというふうに思っております。で、その後、天野大使と、会いました。天野大使はここにありますように、軍縮会議の日本政府代表部の特命全権大使という立場でありますが、この場でですね、長崎と一緒に参りまして、お話をする中で、大使自身は、日本政府と長崎、広島の非人道性についての共通認識は持っているというふうに自分も確信しているというような話がありまして、そんな中で、その流れがあるんだったら、南アフリカ等が発表して予定になっている核兵器の人道的影響に関する共同声明、これ日本政府としてぜひ賛同してもらいたいという要請をこの場でも行いました。大使はその場では、この平和首脳会議の加盟都市が増えて、こういう意味では非常に賛同者が増えてですね、影響力を増しているということを評価するということを発言されるとともに、広島、長崎両市が、核兵器のない世界を目指すという方向で共通認識しているということもよく分かっており、協力できることを共に進めていきたいというのは、一般論的な話がありましたが、頑張ってもらえるかなというような感触をその時点では受けておりました。実際はそういった中で本省とのやり取り相当、やり取りをですねやっておられて、なかなか判断つかないという状況が後からあったということも伺うことになりました。その後また都会府の都会府国連公衆本部長、
これは23年にも展示会、溶接展示会などで開催するときがあってまして2回目になりましたけれども、またお会いすることができまして、長崎広島の目指すところ、重ねて説明したところ、ご自分も、そういう核実験に関係するというのことを経験を持っておられた方ですので非常に、評価していただく重要であるというようなことを、認めていただいたというふうに思っております。私自身は、この場で、自分の日頃から感じているところというのを、見解申し上げまして今言ったように事態が起こるというのは基本的には国同士がお互い疑心暗鬼になると相手が何をやるか分からないという前提の中でそしてその不信感を前提として自分たち国民を防御するというような立場であるから、それをそういう構造を認めるということになったときに最終の兵器核兵器をですね持たざるを得んというふうに思考してしまうとだからこういった疑心暗鬼を取り除くという構造を作っていかなきゃいかんでその構造は何といっても各国の為政者リーダーを中心にそういった疑心暗鬼を取り除くような環境を作っていかなきゃいかんとだから国連からそういったことをやっていただくようにお願いしたいと、その時に、最終兵器である武器これは絶対悪なんだから理屈抜きで持ってはならないというふうなメッセージを思い出してもらいたいというのは要請し合わせてその場で番議員の国連事務総長に対して核兵器の禁止条約この早期実現に向けた取り組みを進めるような要請文書を渡し間違いなく渡すというようなご返事をいただきました。そして、そういった要請をしておりますから国連との価値観の共有をした上で共に今後とも活動したいということを申し上げたら大臣長からも、その通り引き続き平和首脳会議と、協力するともちろん支持するとこういうようなお話をいただいたということであります。翌23日につきましては、国際安全保障フォーラムの議論というのを傍聴させていただきました。核軍縮をめぐる情勢ということをテーマにフォーラムが開かれておりまして、分科会という中での議論がありました。そこでは3名の方の議論はございました。1人が元オーストラリアの外務大臣でもう1人が元の国連軍縮担当事務次長そしてもう1人元英国国防大臣という3者の議論を聞かせていただく中でですね、進展がないと2010年の NPT 再検討会議のアクションプランというものを作ってるんだけどもそれがなかなか進んでないとこれは市民社会というレベルでですね世論を盛り上げて押すということが必要じゃないかという話がありましたので、ここはということで一緒に聞いておった小水さんが積極的に手を挙げて発言を、されました。でここでは、私と論士一貫してる主張をしていただいたんですけども現在相互不信に基づくそういうことがあって不安定な安全保障体制相互不信があるからこそ安全保障体制がいるんだという、それも不安定な体制だということ、こういうことに依存し続けるということはですね、現在であるかにもしても長い目で見て、永続するものではないんだとそんな前提で考えた中でですね被爆者の、いわゆる、関係者のですね近親の被害を目の当たりにするとそして、そういうことを起こした人を恨むんじゃなくてですねそれを超えてこんな思いを誰にもさせてはならないんだというふうにまで願うそこまでの気持ちをみんなが共有して人類がみんな途方なんだというふうな考え方で新しい発想で物事を考えていけばですね新たな安全保障体制ができるんじゃないかと相手を不審に思うことで作る安全保障体制じゃなくて同胞意識に基づく安全保障体制というのは今後出ているんじゃないかと、そういう意味ではですねコミュニティ意識、そういう視点からのコミュニティ意識の強制が必要であるというようなことを発言いただきまして、一定の評価を得たというふうに考えております。その後、安全保障政策センター所長、フレッド・ターナー所長のところにも参りまして、ここではやはり核兵器の非人道性をめぐる動きが加速しているということで、今後の展開を期待するというのことを
やってきておるけれども、3月にオスロで、あった会議、まあ、ここで、核保有国は実際に出てなかったということがなかなか、事態の進展の、まあ、難しさを示してんだなというようなお話をされておりました。そしてこうしたプレセスにですね、まあ、保有国を出すようにしていくためには市民社会の参画の中で機運を調整すると、まずどうするかということが重要だというようなお話をされました。まあ、そんな中で加盟都市が5500を超えている平和首脳会議なんだから、まあ、そういったところでもですね、今までの動きを評価するんで今後ともしっかりやってくれというようなことをお話しされて、まあ、我々に対する期待の、お言葉をいただきまして、共に頑張りましょうというようなことを申し上げたところであります。その後石油自治国際委員会の副総裁とお会いいたしました、クリスティーヌ・ベアリさんでありますけど、ベアリさんはまあ、ここで、来たということの、まあ、なんで来たかということを言わなきゃいけないようなことで、紹介する中でですね、まあ、広島あの、まあ、赤十字から来られてたマルセル・ジュノー博士の話を、いたしまして、まあ、それで直ちに7日にその通りということもありました。そしてあとの非人道性という点、つまり核兵器が非人道性持ってるもんだというふうなこと、まあ、それに関する動きというふうな中でですね、赤十字国際委員会が総裁の立場でステートメントを出していただいて、時代から広島が言ってた非人道性ということが、まあ、世界的なレベルで取り上げられるようになったという意味で、非常に赤十字に対して親近感というか感謝の念を持っているということを申し上げて、最初の入り口といたしました。その後、実際にそのこういった活動を通ずる上で、私自身はいわば赤十字というのは被害を受けた方々をですね、区別することなく救済すると、まあ、そういう救済局面を本当はなくさなきゃいかんという立場ですけども、起こった場合は救済すると、そして我々首相会議はそういった悲劇的なことをですね、起こさない、まあ、事前の対応ということで、まあ一連ですね、同じ考え方、つまり核兵器というものは非人道的であるというものを使わないことでそういうものを予防する、そして、人を救援しなきゃいけないという立場、そういうことがあるから救援しなきゃいかん事態が起こるんだという意味で、共に共通目的を持っているので分かりましょうというような話になりました。そして私自身は、まあ、そんな中で、福島で原子力発電の事故が起こったりして、まあ、多くの問題が生じているという中ですけれども、この人為的にやろうとするものですらうまくいかないんであるからですね、その意図的にですね、人を殺すために使う核兵器なんていうのはこういう時代だからこそかえって絶対悪ということでですね、あってはならないということを、一緒に言おうじゃないかというふうなことを要請するということもいたしました。そしてあと実際、赤十字と我々のですね、連携した動きをいろんなレベルでやっていこうじゃないかというようなことを申し上げまして、まあ、その点についてはエリック総裁からもある意味では同意といいますか納得いただきまして、こういった共通項目が多くある中でですね、プロジェクト的な動きをやるじゃないか、まあ、日本の場合は日本の赤十字ですね、そういったところとも連携と言いながらやっていこうではないかということで、今後の協力関係をですね深めるということについての了解をいただいたという状況があります。まあ、その後ですね、各国政府関係者と、パレデーション会議場でですねコーナーを陣取りまして、次々と会ってまいりまして、その中でオーストラリア、フィリピン、ベルギー、トルコ、マレーシア政府関係者と、それぞれの国のですね、取り組み状況などを聞き、今核兵器禁止条約に向けてのですね、取り組みについて政府レベルで頑張っていただきたいというような話をさせていただきました。そしてその後、平和首脳会議の運営体制に向けて意見交換というのを、メンバーで行いまして、
これは今年の8月に広島で総会やります。まあ、その点の事前の調整ということで役員都市等とその内容について協議いたしまして、今まで詰めてきた内容、すなわちメンバーシップの付近をいただくこと、そして地域グループ化して推進リーダーを決めてやっていくこと、被爆樹木の種の配布であるとか育成、そして平和公園内にある平和の灯しの文化継承、そういったことを、この総会で決めていただくということについて役員間での了解が取れました。次、24日でありますけれども、第2回のこの NGO セッション、NPT サーキット会議準備委員会で、NGO セッションに出まして、ここでスピーチをさせていただきました。若手の方が当初、このフリーディスカッションといいますか、テーマでのそれぞれ発言をされて、その、討論が終わった後で、壇上の後ろに控えておった我々3人、私と長崎の師匠と、もう一人、関係者ですけど、など前面に出まして、スピーチをさせていただく機会を得ました。私自身は、まあ、そこでは、昨年の平和宣言の一節を引用しながらですね、核兵器の非人道性、絶対悪であるということを訴えまして、まあ、こういった思いをさせないような、国際社会、がこういった思いをしないような社会になっていくように共に行動していただきたいというようなことを申し上げ、またこういったことが起こるのは疑心暗鬼相互不信というものを前提にしながらですね、安全保障体制を構築するというやり方に基本的に問題があるんだと、もっと発想の転換して同胞意識ということに根ざした安全保障体制を構築しようと考えるのはもっと違った方向になるんじゃないかというようなことを訴えたところであります。そして、まあ、そういった考え方をですね、重要していただいて、とりわけリーダーシップを、各国為政者といいますかね、代表の方が、持ちながらですね、核兵器禁止条約の交渉に向けて取り組んでいただきたいというような話を申し上げました。まあ、その後、市長会議の2020ビジョンキャンペーンの役員会も開催いたしまして、活動ということを報告を受けてですね、今後の活動行動計画についての問題点などについて討論をしてもらいました。でこれは引き続き継続する課題が出てまいりまして、メンバー同士でさらに充実する対応策を練っていこうというふうなまとまりになりました。その後、アンゲラ県国連軍縮担当上級代表とも個別にまたお会いいたしまして、核兵器の非人道性に焦点を当てた非合法化の核兵器合法化の動き、そんなことを前提にしながらですね、政府とか関係機関、特に国際機関に働きかけをしていただきたいということを申し上げ、その際、国連とですね、一緒になってですね、安全保障体制を構築していく必要性があるというようなことを申し上げました。代表の方からですね、核兵器の人道的威嚇による共同声明、これ前日そういうものがありましたので、賛同しなかったことに触れながらですね、まあ、国内の事情は、こういう立場でありますので、多少ご存知のようでありましてですね、まあ、いろんな議論があったということは承知の上なんだというようなことがありましたが、市長が私が言うような方向、正しい方向に向かってですね、議論が向いていくことを願っているということで、私なりの考え方に、賛同といいますか、ご支援をいただけるような発言をいただきました。その後ですね、この共同声明について賛同しないというような報告がまいりましたので、急遽長崎の市長さんとですね、天野大使に、話を聞かせてくれということで、面会を申し込みまして、同じパレデラシノンの離れの方で、席を作ってもらいまして、面会するという局面がありました。そして、まあ、今回の、結論、最初お願い申し上げたときにはですね、共同で協力するというようなお話があった中でもですね、結論としても納得いかない経過などをなぜかということで重ねて、聞くという、まあ、1時間近くお話しさせていただきました。で、まあ、こんな中でですね、今回の結論そのものは大変自分たちの
考え方がちょっといかん、納得できない、残念だというようなことを申し上げ、納得もできないというようなことを申し上げたんですけども、最初の話ですとですね、この限られた文言ですね、長い長いな文言の中で一部の部分のところについてですね、まあ、ここを深く解釈していくと、安全保障、今我が国が取っている当面の状況下の中のですね、安全保障政策と必ずしも整合してないというような議論がどうもあるということ、そして手続き的にはですね、そういったことを踏まえて、ここの、微修正をということになってですね、まあ、そういった微修正であれば聞かんこともないんだけども、まあ、そこまで言うんだったらですね、今賛同国が70超えてんだけどもですね、個別にですね、窓口の担当国ですね、窓口担当国行ったら個別にあったらずっと言ってくれたらやると、まあ、窓口としてはちょっとぐらい修正は問題ないんだけど、自分でやったらというようなことを最後言われたんでですね、それじゃできませんということで時間切れになってしまったというような局面があるという説明を受けまして、で、手続き的な話で実質的にどうなんですかといったら、まあ結果としてはこういうことなんだということを言いながらですね、こういった手続きを重ねたという実績が残るのでですね、今後の対応についてはですね、中身と全体を読んでいくと賛同できる部分も多いんでですね、少し展望が開けたと自分自身は思っているというような説明もいただきました。まあ、その中で我々とすれば、まあ、そういう内心の意図といいますかね、裏事情には分かるとしても結果としてですね、強調できてないということについて重ねて納得できない疑問だというようなことを申し述べて、私自身はそういったことでもしそういった動きがあるのであればですね、今後に向けて本当にその我々の考え方、被爆者、被爆国としてのですね、ビジョンをしっかり書いてですね、リーダーシップを取っていただくようさらに努力していただきたいというようなことを申し上げて、まあ、会談を終わるという局面がございました。その後レミタガリジュネーブの市長さんがですね、懇親会を開いていただきまして、まあ、その場で、核兵器禁止条約交渉開始を求める市民署名、まあ、その場にあの住民会の、議長さん来ておられましたので、コロネル・ベレッツァ住民委員会の議長さんにですね、この市民署名を出すというセレモニーもその場でさせていただきました。で、パガニー・ジュネーブ市長の主催の中でですね、平和首脳会議が5500を超えるという重み、まあ、そして10万人の市民を抱えている大きな組織になっているということでありまして、これらを前提にですね、8月に総会に、分かってこれからの組織拡大していくということをご紹介申し上げ、僕の参加を要請するというようなことを申し上げ、まあ、市長自身はですね、非常に我々の対応をですね、歓迎していただくという局面がありました。そしてあのこのパーティー会場がですね、非常に歴史のある建物、これちょっとここに書いてないんですけども、こういった歴史のある建物をその市内に持ってですね、そしてこういった国際的な会議がある中で市長がですね、そういった方々を懇親会などで招いてですね、その市の存在感を示すというやり方があるんだなというふうに実際経験させていただきましてですね、広島市としてもこういった対応ができるようにもう少し何て言いますかね、センスを磨いていくのが広島市のポジショニングを世界にアピールするのには有効なのかなというようなことをちょっと思いながら、この懇親会を去るという局面がありました。翌25日はピースデポ等主催のワークショップに出まして、まあ、ここではピースデポ主催でですね、北東アジアの問題、まあ、ここの平和政権と非核兵器地帯の将来というテーマでのワークショップがあるということで出させていただきまして、冒頭私の方からスピーチ、そして長崎市もその後続くということで、やりました。私自身はここでも同じように、核兵器の非人道性、そしてそれが絶対悪であるということを
皆さんに実感していただきたい。一人だけこれはですね、ここにおられる方以上に為政者に特に、分かっていただかなければいけないと、まあ、そういう意味ではこの思いをですね、いかに届けるかというようなことがポイントというような話をさせていただきました。そして共に核兵器のない世界に向けて行動する状況が来ているし、やっていこうではないかということを訴えたつもりであります。まあ、以上言ったような対応をこの間やってまいりました。総括はここにあるとおりであります。自分自身ですね、どこに行っても幾度にですね申し上げたこと、すなわち核兵器の非人道性、そして核兵器というものがですね、英語でアブソルトイーブルと言ってますが、絶対悪であるということを申し上げております。これは理屈抜きで絶対悪であるということであります。そしてそのために今、多くの方が NPT 再検討会議の進捗状況などを鑑みて、向かうべき目標はとなると核兵器の禁止条約というものをですね目指して交渉をするということを訴えておられますので、まあ、この必要性をですねやはりしっかり認識していただくようにしていかなきゃいけないと私も思います。そして核兵器の人道的影響に関する共同声明、75カ国が今度賛同した、NPT 再検討会議の準備会のメンバー、これ170何カ国ありますけど、まあ、そのうちの75カ国まで賛同するというのは現実が来ております。まあ、そういう意味ではこの非人道性についても理解が着実に広まってきている。そして、多くの国が非合法化に向けた取り組みをしようとしているということをですね、まあ、後にすることができました。ただこの共同声明に賛同しなかった日本政府の対応ということを今回非常に残念でありました。しかし日本政府とはですねこの日本国の内の、一基礎自治体というか政府としてお付き合いしなければなりません。この政府がですねこういった対応をこの広島の思いを受け止めた対応になっていくべきですね、これからもいろんな形で連携しながらですね方向性をしっかり広島に向けていくような対応をし続けるということをやりたいと思ってますし、そしてこういった動きをしている国々とのですね我が国との連携というものをですね引き続きやっていただくということをぜひしていきたいと思っております。あと私の個人的な感想と言いますけれども、今回理事長小水戸理事長を迎えてですね非常に自分として助かったなという思いがあります。実際外務省内でのですね経験を踏まえていただいて、外務省との接触あるいは国外の大使経験者、こういった平和関係のですね機関で働いている方々と面識が非常に多くてですね、非常にフランクにいろんな方と話せるということを経験いたしまして、この小水さんがですね引き続きこれからもですねこれ以上の活躍をしていただけるということをですね大いに期待しております。そういう意味ではこの平和首相会議のですね取り組みというものがこれから一層充実していけるといいますかね、まあ、そういうことを、確信するというか、まあ、感じる局面が多かったということであります。以上今回の出張についての感想を含めての報告であります。はい、それではただいまの市長の発表に関連して質問がございましたら質問をお受けいたします。なお質問される方はまず社名を言っていただき質問していただきますようお願いします。質問はございませんか。はい、まあ、この中でも報告さいただいた部分ではあるんですけど、共同声明に日本が賛同しなかったということは広島にとっては、まあ、遺憾であるとか残念であるという言葉以上の深い強い思いもおありだとは思うんですけど、なかなかこれまでずっとこう各種発言がずっとこう被爆者が訴えてきたことであるとか、もちろん歴代の市長も訴えてきたことがなかなかこう身近な日本政府の行動に結びつかないということに対してもう少しどういう思いをお持ちだったのかというのを深くお伺いできたり、天野大使との直接の話の中でいろいろねご説明を受けた。天野大使もですね現地での担当大使として私より田上市長のですね話には非常に耳傾けていただいてですね言っていることはすごく私は理解していただいたと思うんですね。
ただその外務省本省のねとのやり取りの中で、まあ、本省内でのですね、いわば総合的判断といいますかね、まあ、そんなことが実際に、まあ、起こっているということですね。ですから外務省とすれば日本国のありようで、の中でですね、現在日本国近辺で起こっているいろんな問題諸事を考えですね、第一義的に日本の安全保障ということを考える中でですね、今の段階でどこまで踏み込んだ対応をするかというふうな点をですね、非常に、まあ、ある意味で重視して当面の、ね、政治課題の方に重きがあるというような趣旨の説明を繰り返しされました。で、まあ、そういう意味ではですね、我々広島長崎の主張をですね、否定しているわけではないということですね。受容すると、しかしその対応を打ち出すタイミングがですね、どうも今ではないということを言われているんじゃないかと思ったわけです。でもんですから、この思いをしっかり受け止めてですね、そのタイミングがその来るような努力をしてくれる。そのためにはですね、共同声明を発出している国とのですね、連携は絶対に欠かさないと、これはやるというようなことを言われていました。そういった少し展望をですね、垣間見ながら現時点での対応にこの問題があるという指摘なんでしょうというようなことを我々に言われましたからね。私自身はという意味ではその現時点での結果としては我々の場が受容されてないけれどもですね、組織内でのいろんなところでの評価はですね、相当浸透してきているというふうに信じたいんですね。で、先ほど申し上げたように NPT のこの鮭と鮭のメンバー170人くらいありますけどもね、74カ国とか5カ国とかね、ここまで新人としての考え方でまとまってますね。南アフリカ、東でスイスなんかもね、当然やって、そこの市長さんもですね、さっき言ったように懇親会開いていただいたりしますからね、間違いなく広がりが出てるんですね。だから今後の展開に向けてですね、一層の我々の主張をですね、いろんなことを通じて、まあ、今までもやってきてますからね、そんな一応でありますけども、やり続けるという、この、努力を惜しまないというやり方でですね、やっていければというふうに思います。そして、ある意味ではその政府内にですね、多くの、賛同者といいますかね、広島、長崎のですね、考え方を理解してくれる方をどれだけ増やすかということもね、別途やるということもやりたいなと。まあ、そういう意味では、小宮さん来ていただいてますからね、いろんな人的な関係も使ってね、理解していただくことをこの引き続きやっていく、まあ、いろんな機会をついてやるということをやっていきたいなというふうに思います。よろしいですか。はい、それでは他に質問は、はい、どうぞ。中央新聞の方です。今回の声明の部分で政府が引っかかったのはいかなる状況下でもという、まあ、絵文字はたくさんあるらしいですけど、それが、まあ、浮き彫りにした場合によってはその核兵器の使用を認めるというメッセージではないかと思いますが、その点について市長の認識はいかがでしょうか。私はその言葉があろうとなかろうとですね、絶対悪ですからね、使ってはいけないしですね、もともとあってはならないという人ですから、自分の立場からすればあろうとなかろうと一緒じゃないですかということを申し上げました。削ったから評価が変わるなんていう評価、その解釈そのものがね、私としてはおかしいと思いますと申し上げまして、まあ、そのままいいんじゃないですかということは一緒です。ところが申し上げたように、本国の、ね、検討段階ではそこのワードに関わっているという、まあ、現場での議論ですから本省と直接やったわけではないので、直接の反応聞いてませんけどもね、最初にそう申し上げました。それは、その全体の文脈を単に説明しているだけであってですね、それを削ることでね、許すなんていう判断をすること自体誤りだと思います。でもう一点、まあ、さっきの質問にも一旦関連しますが、そう、まあ、広島はずっとそういう仲良くであるということを訴えてきたわけですが、まあ、それは政府でもあるかもしれないと。でその中に、まあ、市長としてですね、まあ、迎える平和をずっとおっしゃってるわけですけど、まあ、アンパンの、話ですね、はい、それだけでいいのかっていう、やっぱりそっちに出していく政府には、まあ、
外側の顔の部分だとしたら、誤ったメッセージを発するというのはやっぱりおかしいと思うんですよね。そこを迎える平和というのを、これ今後、まあ、転換するお考えというのはあるんでしょうか。転換、転換というか、その転換しません。積極的に広島のメッセージを出していくという、それは迎える平和というのは広島のメッセージを積極的に出す重要な手法だと私は信じております。メッセージを出すことをやめるということはまだありませんからね、出し続けます。多分その議論がですね、その絶対悪であるというだけでは足りなくてね、絶対悪であるということの認識を深めるためにもっとその技巧的なやり方とか応じかけなね、こういうやり方があるんじゃないかとかね、そういうことも考えてもっともっと汗をかけというご出身ですか。であるとすればですね、私自身はそのこういった取り組みはですね、最初申し上げたように同じような共感共通認識を持っていただいて、過去の為政者から最終的に取り組まなければ進まないんですね。だから為政者にそういう思いをしていただくために何があるかということですから、もちろん市民社会が多くのその意識を共感して為政者が選ばれる過程でそういう考え方を持った為政者を選ぶようにするために平和首脳会議を通じて各都市のね、市民人口が増やして、例えば選挙の時に例えば70億のうちですよ、60億近くの方が賛同する都市部になってですよ、あればその時選ばれてくる為政者はおのずとですね、その市民の意を呈した方しか選ばれないわけですね。そういった民主主義のプロセスを通じた形で賛同者を増やしていくというあのやり方というのは決して間違ってないしですね、この方向を変えることはないと思いますね。でそれ以上現在のパワーポリティクスの中でさまざまなシステムを使ってより進めようというふうにしているのが LPT 再検討会議でもあるし、まあ、そこに向かってちゃんとメッセージを出しています。そしてその外でですね、さまざまな評価システムを使ってもっと刺激をしてはと、スチミュレーションですかね、やってはどうかというようなことを私は県の、ね、県知事が考えてやってられるというもので、まあ、それはですからそういった意味でやっていただいている方が大いに賛同してますし、それを支援するということであって、だからさまざまな取り組みをされている方との連携を取りながらアンパンの安康の役割をね、出し続ける、つまりコアの部分のメッセージを出してその思いを受けていただいた方がそれの立場でね、いろんな取り組みをしていた、そことの連携を取るというやり方の方が私は効果があると信じてやっているところであります。よろしいですか。他に質問はございませんか。よろしいです。関連してあの、まあ、今後その選挙にはリーダーシップということですが、具体的に、行動することとして提出するものはございますでしょうか。今までのその取り組みの中でね、やってますから引き続きということで、今回このために特別にということは考えていません。またあのもう近々ですね、8月6日開会式ありますね。そういった場面で総理も来ていただくようにやってます。そういった場面でもですね、きちっと伝えることを伝えるという準備をしていこうと思います。そのもう一つはすみません、あの平和首脳会議がいわゆる市民社会の情勢に帰するという期待を持ったという話なんですが、それによってこの、後押しする市民社会の形成に向けて、例えばこの夏新たにこんなことをしようと、この主張を経て思われたとかあれば教えてください。あの一つ、あの日赤のですね、ベアリさんと話してる中で、まあ、自分の平和首脳会議の対応とあの共通してるのがありましてね、それはあの今年ですね、日赤が確か、150周年、設立150周年だということがありましてね、それで石油事理国際委員会の本部でですね、あの被爆樹木の、苗をですね、植えると、イチョウなんですけどね、やるようにしてますって言われたんです。でその場で確認できたんですけども、まあ、これは実はあのグリーンレガシー広島、あの平和首脳会議でやろうとしていることを先取りしててですね、その前にもやりますとかって言われてましたので、そういう意味で国際機関などもですね、この広島の思いを伝える対策、つまり思いを共有してますよ、その証としてこういったことを使っていただけるということがありましたので、
ある意味で自分のやろうとしていることが認知されたかなというふうに思いました。こういうのをしっかりやっていきたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。山椒会議の関連なんですけど、家族の大使とかお話される中で具体的にどのような言葉で、まあ、評価というか認知度が高まっているというふうに思いますかというと、あと市長自身最近その5500を超えて巨大化した中で山椒会議というものの存在感というのはどのぐらい高まってきていると今回出席する中でお感じになったのか。ちょっと向こうに伝えるメッセージか言葉っていうのはね、どんな言葉が評価としてあったのかっていうのを一つ知ってます。一つはいじめっていうのはおかしい、自分のその考え方を展開したところについては相手の方にうなずいていただくという局面があったんですね。そこは現在の安全保障体制っていうのがですね、疑心暗鬼というのは相手を疑って、その相手がいつ襲いかかるかもわからないから、かかってきた時に負けないように攻撃力を高めるという思想がある。その行き着くところが最終兵器を持たなきゃいかんというふうになっちゃうんだと。ただこの最終兵器をいらないというだけではですね、その国民の安全とかいうものを守ろうとする為政者はですね、その観念があると核兵器放棄できない。だから為政者になる人はですね、同胞人間みんな一緒なんだと、だから疑心暗鬼じゃなくてまず信じると、信じるための日頃からのその共通認識を持つようなコンセプトを愛用すると、そのために市民社会がまず仲良くするというシステムを作っていく中で、それに乗っかった為政者が出るようにして、その方は疑心暗鬼を取り除き、不安なこの攻撃があるということをなくするようにする、そちらから攻めていくということをやらないとこの状況は根治しないじゃないですか。そしてお互いに疑っているという状況をやり続けるのはどこかで息切れしてですね、長続きしないシステムというふうに考えるべきじゃないですかという論理を展開しました。それは政府機関などから来ている方は、ね、リズムでは分かるというふうに申し言われましたね。その理屈は分かるんだけど、ただ現在そのシステムが機能しているその点についてですね、いきなり理想郷に持っていけないから、もう少し時間をかけてやる人が、それが NPT 再検討会議とかそういう位置づけなんだと、それは分かってるんだと。だけどその発想の転換をするという確保をしないと、その次の一歩が出ないんじゃないかというような議論を自分はいたしました。その点については先ほど申し上げて、その議論を展開する中で相手は間違いなくうなずいていたし、そうだということを言っていただいた。あとそれがどこまでいくかですね。でその繁殖はNGO のセッションのスピーチをですねやったときに、それまで前の方の発言のときは会場での拍手ありませんでしたけど、私がスピーチした後はですね、会場からちょっと拍手いただきました。言ったことは言って程度に通じたということを実感しました。普通にスピーチはですね、国連の総会であればですね、自国の方とか関係者が発表する、その時だけ関係者が会場にパラッと通ってですね、入れ替え立ち替わり来るんですけど、私の場合はほとんどおられました。で聞いていただいたということで、自分なりにですね、自分の国際経験からすると相当多くの方に聞いていただき、聞いている評価を得たんじゃないかなという実感を持っています。よろしいですか。平和首長会議そのもの、平和首長会議の方はですね、先ほど申し上げた、5500、今は5617になりましたですけども、そこでその影響力70億の7分の1の方々をそのまとめた組織ということに、説明が及ぶとですね、多くの方がって感じですね、聞いていただきます。それはとりわけ政府関係者とかですね、行政関係者、政治的なその指揮者を持った仕事をされている方にとってはとてもなんていうか印象的な情報だというふうに受け止められております。そういうことも含めて、こと非人道性についての主張がですね、浸透してきているというふうに思っています。よろしいですか。そろそろ時間が参っておりますが、
じゃあこの件に関連して、はい、すみません、もう一点ちょっと理解が足りません。赤十字の国際委員会の会合の中で市長が福島での原子力発電所の事故を手に挙げ、平和的に利用するために原子力管理しようとしてもそれがなかなかできないという福島の発言をあったということなんですが、 NPT の柱の一つのこの原子力の平和利用というところがあると思うんですが、それに対して何か思いをこう、でそこのところをですね、NPT は現地的な対応として核兵器の平和利用を進めるというようなことをですね、各国政府代表の面談の時に聞いたらですね、このオーストラリア、フィリピン、ベルギー、トルコ、マレーシア、幾度に言われたんですね。つまり NPT の進め方として3本の柱のうち1つ重要な柱だと言われたんですね。ですけども我が国の国内の今の世論を考えますとね、それが直ちに皆さん納得できる状況なんです。それをさらに乗り越えるというようなことがありましたので、私はそのこと自体でじゃあ NPT がダメだというわけにいきませんので、そういう議論があったとしてもですね、そのことを直接争うよりか、そのコントロールしようとしてできない原子力なんだから、その意図的にそれを使ってね、その殺すみたいなことに使う核兵器っていうのはね、もうアプリよりにね、前提抜きでねあってはならないというふうになるんじゃないですかと、まあ、そういう意味で広島が従来主張していることはね、より鮮明になったというふうに思いませんかという説明をいたしました。皆さんそれはそうだと、まあ、その点については異論はないということなんですね、いうことであります。で、平和利用に対して、平和利用に対してですから、そういう意味ではコメントをですね加えないでおります。平和利用でさえうまくいかないという現実の中でね、殺人目的の兵器なんていうものをねやること自体、また原点に帰って絶対いけないということを再確認していただくべき状況があるんじゃないですかという申し上げを方をしたら、どなたも異論はないということでありました。よろしいですか。はい、はい、中国戦略の方です。ちょっと戻るんですけども、共同声明に賛同しなかったことについて、日本を取り巻く国際情勢を踏まえてそのタイミングではないという説明を日本大使からされたということがお話しされたと思うんですけれども、そのタイミングという点を踏まえると、広島長崎から見たときにですね、被爆者というのはほとんど降りていて、そのタイミングではないという説明に対して広島の主張として納得は言っておられるんですか。視点が違いますからね、我々は広島の思いを今届けないとですね、皆さんの思いに伝わらないということを申し上げている。その日本国政府の立場という説明でありますが、この広島の思いという総論のところは分かるけれども、それを自分たちの、態度表明の中で利用するかどうかは現時点における日本国の日本の国が置かれている、国際情勢の中での判断としてとこう言われる方されてる。だから要するに、まあ、ある意味では被爆者の思いという最後のところでですね、いやそこは国民現下における国民の安全保障という立場とすると、広島の思いを直ちに全面的に利用できないとこういう言われ方をされたと思いました。そういう意味で被爆者が思っている思いは理解できたけども、被爆者のその思いに立って直ちに行動できない、もう少し国全体、自分が国の安全を守るという立場でその思いを受け止めた時には、現時点じゃなくてタイミングを見てその考え方を利用するというふうにならざるを得ないという説明をされたという理解であります。そういう意味では満足はいってません。もっと被爆者のですね気持ちに寄り添った対応ということをやる。確かに国際情勢難しいでしょう。ですからその間をその縫うという工夫をですね、もっとやるということをやっていただきたい、まあ、そういう意味で共同声明を発した国との連携関係を深めるという中でね、もっともっと工夫をしていただけないかという気持ちで申し上げます。はい、それでは時間も過ぎておりますので、この件につきましてはこれで、終了させていただきたいと思います。せっかくですので、1件、
そのような質問もしありましたら、お聞かせいたします。それじゃあ、いいですか、はい。すみません、憲法権利が近づいてますけど、松井市長のですね、憲法観をちょっとお伺いしたい。自民党を中心にですね、今、改憲討議が進んでますけど、この点について、26条の改正からですね、決めようとしている。この点についてのことと、さらにそれを見据えた、先を見据えた憲法9条のことについてですね、市長のお考えというのをありますか。ICC は、現行憲法、制定論いろいろありますけどもね、現状の中で、相当うまく機能していると思ってますけどね、基本的には。ただそれでは足りないというご主張ですね。この主張についてですね、いろんな立場をですね、考えるに、これから10年先のことを見据えてなのか、50年先を見据えてなのかね、もっとこの視点をしっかりこう持って議論していただくといいんじゃないかなと思ってますね。少なくとも戦後、68年、憲法できてからもう少し短かった66年になりますけどもね、この現在の日本という状況に、至るまでにこの憲法はあってうまく機能してきている。そしてこれから50年、60年見据えてですね、考えたときに、本当にこの憲法でどこが機能不全になるかというような議論をきちっとしてですね、やるべきだと私は思っています。そこのところを抜きにね、その、当座の対応のところで、焦点を当ててですね、丸抜きの議論というのは、もっと慎重であっていいんじゃないかなという気がしたんですよね。それは個別の条文を含めて、全て一緒であります。改憲論議が進んでいることを、まず96条の改正からですね、進めて、その国会のハードルを下げようという議論が進んでいる、今やり方ということについては、決して好ましいとは思ってない、そのテクニックをする前にですね、先ほど言った50年、60年見据えたね、我が国のあり方というものもちゃんとこう、多分あるんでしょうからね、それを国民の前に示してね、それを踏まえて、じゃあどうかという議論がぜひ欲しいなと思います。それでは時間が過ぎております、本日の視聴者会見、これで終了させていただきます。本日はご協力ありがとうございました。